ブーツエンエナジーレーシングのオレカレーサンオーレカはフランスのレーシングチームコンストラクター。1973年に AGS のマネージャーであったユーグドショーナックが設立した。2015年時点で社員数110名の小さめの企業だがラリースポーツカーレースツーリングカーレースなど幅広いジャンルでメーカーのワークス活動を受け負った。これまでに BMW、マツダ、ダッジ、プジョー、トヨタ、セアとの名を背負って FIA 世界選手権にエントリーし、そのすべてで成功を収めてきた。1972年から1989年は、フォーミュラを中心に活動し、ヨーロッパ界2や F3 では、ルネアルヌー、アランプロスト、ジャック・ラフィット、ジャン・アレジといったドライバーが、同チームから出走。ヨーロッパ会2で2回。 フランス海産選手権で11回ドライバーズタイトルを獲得した。90年代からスポーツカーレースや GT カーレースに集中し、フランススーパーツーリング選手権には BMW のワークスチームとして参戦した。1991年のルーマン24時間レースにはマツダ787バイトで参戦。本番直前のテストウィークでマシンが大ダメージを受けたため、 松田が撤退しようとするのを、ショーナックが必死に説得。俺かは一週間で直して30時間のテストを観光し、結果松田と俺かは、ロータリーエンジン車唯一の総合優勝を勝ち取った。後に、ダッチのワークスチームとなって、バイパー GTSR で1997から1998年に、FIAGT 選手権、GT にクラスタイトル。 1999年には FIAGT の総合タイトルを獲得。1998から2000年にルマン24時間クラス優勝。2000年にデートナ24時間に総合優勝。セブリング12時間でクラス優勝をするなど多くの成功を収めている。2005年のルマン24時間レースにはアウディフランスの支援を受けアウディ R8 で参戦した。その他にも2006年には サリーン S7R でヨーロピアンルマンシリーズに参戦した。チームのサリーン S7R はスパフラン・コルシャンで優勝している。俺かはダッチと共同でダッチバイパーの競技車両を開発し、2006年から2007年にかけて GT3 カテゴリーで100以上のカスタマーが同車両を使用した。長年レーシングチームとして成功を収める一方、ショーナックは コンストラクターとなる夢を叶えるために2007年にクラージュコンペティションを買収。2008年には第1号となる俺かレレイチを開発した。レイチは P1 カテゴリー参戦のために開発され、デビュー戦の2009年のスパ 1000km レースに2台がエントリーした。2009年にはフォーミュラルマン用に FLM09 を開発した。これはその名が意味するように、 フォーミュラルマンカップのみに使用される車両であったが、2010年にアメリカンルマンシリーズを含む他の3つの耐久シリーズへの参加も可能となり、LMPC クラスで参加することとなった。この考えは小規模チームが耐久レースに参加できる手頃なプラットフォームを入手できるようにするためのものであった。俺かはカスタマー仕様のプジョー908ハディファップの供給を受け、 セミワークスとして2010年のルマン24時間レースにも参戦、また残りのルマンシリーズのレースにも参加し、アルガルベでは総合優勝、ファクトリーチームを抑えてタイトルを獲得した。2011年、オレカは2010年仕様のプジョー908で、最新型のプジョー908を破りセブリング12時間レースで優勝した。また、 2011年の新レギュレーションに合わせた新型車 C、俺か03を導入した。03は P1 クラスに投入された01とは対照的に P2 クラスに投入された。2012年からは、トヨタの新型、LMP1 車両、トヨタ TS030 ハイブリッドの運用チームに選ばれ、TMG とのジョイントで WEC に参戦。 レースのオペレーションをサポートするため20人ほどのスタッフを送り込み、ショーナックもトヨタレーシングの一員として WEC に代動している。ただしマツダの時とは異なり、マシン開発には寄与していない2014年にはアウディポルシェを打ち破って WEC のドライバーズマニファクチャラーズの2巻に輝いた。2015年、LMP1 の レベリオン R1 とモノコックの基本設計を共有するオレカレイ号を投入。ルマン24時間レースで KCMG がポール・トゥ・ウィンを飾っている。これはオレカのオリジナル開発のマシンとしては初めてのルマンクラス優勝だった。またこの年から始まった LMP3 のパッケージの販売もオレカが担当している。2016年シグナテック・アルピーヌに アルピーヌ A460 として OEM 供給しているオレカレー5が圧倒的な速さを見せつけ WEC とルマンの両方を制覇した2017年に ACOO によってコンストラクターが4社に絞られた WEC の LMP2 ではフル参戦の全チームがオレカレー7を選択しておりオレカへの信頼とサポートの厚さをうかがわせる また速さと信頼性を兼ね備えた、オレカレー7は、ルマンでも、猛威を振るい、LMP1 のエントラント現象とトラブル多発に、助けられ、総合でも、ポルシェ LMP1 に次ぐ2位の高成績を収めた。このため、ACO は、翌年のシャーシ開発を4社のうちオレカだけ禁止するに、至った。またこの年、北米イムスサの LMPC クラスが廃止されたことで、 FLM09 は9年間の長きにわたる役割を終えた。2018年には北米のイムスサでもアキュラと共同開発したダッピーマシン、アキュラ ARX-05 を投入。またレベリオンレーシングがオレカと共同開発した LMP1 車シ C シを採用して WEC に参戦した。この年のルマンではトヨタが初の総合優勝を果たし、 オレカは二度目の日本メーカーのルマン制覇に携わったことになった。オレカはラリーにも積極的に参加しており、1990年にラーダのファラオラリー総合優勝の支援をしている。また表情レースのアンドロストロフィーにアランプロストがカローラで出場する際も支援をしていた。2003年にはルノークリオ S1600 で JWRC でドライバーズタイトルを獲得した。 現在は WRC2 をメインに参戦しており、WRC に復帰する前のトヨタの育成ドライバーを走らせていたこともある。また、ステファン・サラザンがラリーチームを作る手助けもした。2017年には R4 キットカーを FIA から委託を受けて開発、2018年から販売する。この志田子田やシトロエンのグループ R エンジン。 世界ラリークロス選手権のプジョーのエンジンも開発を担当している。ポルシェカレラカップやルノークリオカップ、アウディのフランスでのカスタマープログラムを受け負っている。WTCC にもセアトのオペレーションで参戦し、2008年にイバンミューラーと共にドライバーズタイトルを獲得した。セアトが撤退した後はラーダの TC1 マシン設計、開発、エンジンの開発に携わった。 ナオラーダとは TCR でも提携をしている。オート・スポーツリンチ増管ルマン24時間2015。ありがとうございます。